川場の伝わる岩木川川場,場は、青森県中津軽郡西目屋村に伝わる妖怪。安政時代の津軽弘前の豪子、平尾路線の著書、他人の響きに記述がある。1847年8月のある夜、番立村でのこと。岩木川上流のメス野沢の木こりたちが小屋にいたところ、オラの子供らが、いつも世話になっているので、礼に来たと老婆の声がした。 驚いたキコリたちが周囲を見回したものの、周囲にはそれらしきものの姿はなく、寂しげな老婆の声の余韻が残っているだけだった。キコリたちは、これが話に聞く、川王というものだろうと言い合い、あまりの怖さに眠ることもできず、火を焚いて夜を明かしたという。里の古老たちの語りによれば、川場は万縦村のカッパワ湾という淵に住むと言われる。 もので、このように礼を述べに現れるのみで人に危害を加えるわけでもなく、数十年前までは人里にも現れていたという。また、メスの沢の木こりたちは、山で切った焚木を川に流して、広崎に送るため、岩木川のあちこちに、採作と呼ばれる仕掛けを作っていたが、この採作は川場のいるカッパ湾を避けて作ることが風習として、後に伝えられている。ありがとうございます。